毎度も靴ひもです。毎度ご視聴いただきありがとうございます。ってことでね、本日もバズフィードさんの診断実況やっていきたいと思います。すごっ、今まで付き合った人数がバレる診断。うーい、皆さん、今まで付き合った人数何人ですか？ワイはですね、2万。ってな感じでやっていく。人を好きになるときは、一目惚れが多い。気がついたら自然に、相手から言われると好きになる。アニメを見てたら突然どういうことですか？アニメのキャラに惚れちまうってことね。まあでも、ね、二次元への恋もありだよな。人を好きになるときは、まあちょっとね、真面目に答えていこうと思います、今回は。ワイね、人に流されないタイプなんですよ。っていうと、なんか、都合のいい表現になっちゃいましたけど、まあ、頑固なんだろうな。だから、人から言われて好きになると多分ないんじゃないかな。わかんないけどね。でも、気がついたら自然になんじゃないですかね。よくさ、見た目と性格、何対何みたいなの言うじゃないですか。見た目と性格。で、よくありがちな一般論でさ、こう、ヤングなうちは比較的、まあ、ルックス重視だと。まあ、中学、高校みたいな、ヤングなうちは、まあ、可愛い子が好きな男子が多いと。でも、まあ、大人になるとね、まあ、性格的な、マッチングと言いますか、こう人間性重視、性格の相性を重視、価値観が合うかどうかを重視するみたいな、そういった、まあ、中身だな、を重視するっていうふうに言われてるんですけども、ワイね、昔から、ヤングな頃から性格重視で、見た目と性格何対何って言われたら、0対10ぐらい。そんぐらい見た目は、まあ、二の次、三の次、四の次やな。だから、ちょっと話が長くなっちゃったな。気がついたら自然に。まあ、一緒に過ごしていく中で、自然にっていうか少しずつって感じだな。気がついたら自然にしよう。あ、恋人にしたいのは？そうね。正直に言うわ、もう、年下。もう、すんません。大人女子の方すんません。ま、人間性によってはいくらでも、ね、年齢の逆転なんかあると思いますけど、自由に選べるんだったら、今、年下を、いいかなと思ったけど、ま、一応ね、ちょっと参考程度に、ちょっと苦し紛れやな。だって、年下。告白はどうする？自分からしたい、相手からされたい、どこからともなく自然に、どこからともなく意味がわからんな。特に希望はないっすね。特に希望はないけど、なんていうのかな、女性、偏見かもしんないっすけど、女性が告白するときって、なんていうのかな、何の根拠もないこと言いますけど、多分ね、男が一生に告白する人数と、女性が一生に告白する人数って、多分男性の方がね、多いと思うんすよ。統計取ったらね。なんとなくそんな気がすんのよね。なんかさ、男の方から告白するべき、プロポーズするべきみたいな、そういった風習ってまだあると思うんすよね。全然そんなことないんですけど、風習としてはあると思うんすよ。だから女性から告白するっていうのって、多分熱量がすごいと思うんだよね。だから相手からされる。要するに、女性からワイに、I love 靴ひも、ふぅって言われるのっていうのはね、すげえ貴重な経験っていうか、その度胸がすげえなと思って惚れそうだよね。ってことで、相手からされたいとかされてみたいみたいな。
なんであそこ語ってんだ俺は。しかもなんか、今すげえ自分汗かいてるんですよ。まあいいや。好きなタイプは？優しい人、努力家、面白い人、真面目、かっこいい、おわ、かわいい。間違えた。かわいい、おわ、かっこいい。素直な人、イケてるボディ。あ、ナイスボディ、フォーの人。二次元。なんかさっきから、二次元ネタ多いな。ちょっと真面目に答えるんで。優しい人。うん。優しい人です。優しくする、余裕がある人。前、どうして人は、一生懸命、勉学に励むのか、まあ、勉強するのかっていう動画をね、昔出したんですけど、その中で Y 持論を語りまして、人は、優しくなるために学ぶんだと。うん。学びなくして優しさなしとね。そんな感じのことを語ったんですよね。うん。こう、だから、いろんなね、知識を持ったり、うん。いろんな経験を積んで人が賢くなれば、まあ、理解できるようになると思うんだよね。そうするとそこからね、優しさが生まれると思うんですよね。うん。まあ、ケースバイケースですけれども、まあその人の生まれ持った性格的なものもあるかもしれないですけど、親の経験上ね、やっぱりよく努力してる人、よく学んできた人、よく経験を積んできた人っていうのはね、まあまっすぐ生きてきた人だよね。っていうのはね、やっぱ頭が良くて優しい人が多い傾向がある気がしますね。例外は多々あるけど、傾向として。だからそういう優しい人がワイはいいっす。だからワイもそういう人になりたいっすね。理想のデートは？一日中ディズニー満喫。まあ、このご時世ちょっとできないっすね、これはね。海沿いをドライブ。あんまいいと思わないな。ショッピング。なんか疲れそうだな。家でまったり。うん、これもあんまりな、サイゼリヤで食事。個人的にはもう、サイゼリヤで食事で十分。好きな人となるどこでもいい。まあ、どこでもいい。でも理想のデートだろ？理想のデート、サイゼリヤで食事ってちょっと変だな。好きな人となるどこでもいいにしよう。まあ、それそうっすよね。うぅ！ゼロ人で少し知らんすい。これやばすぎんだろ、マジで。いや、このクイズっていうか診断作ってる人、エスパーか？いや、ゼロにちゃいますよ。わい、2万なんで、2万。ゼロにちゃいますけど、いや、ちょっとこれ、ギクって感じですわ。はい。いや、そんなことないっすよ。そんなことないっすけどね。やば。ってことでね、純粋靴紐からお送りしました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。では。